お詫びになんかおごりますよ、軽く。軽くご飯おごりますよ。はい、こんにちは、岡田です。アプローチの添削で、ニール君のアプローチ。上下スウェット、アイボリーのスウェットの、まあ、ジム帰りの女性、聞いていきましょう。何か、刺しましたよ。あ、から、だってその、横ポッケから落ちましたよ、そのアディダスの可愛いから。違うの？なんかちょうど運動してきたんですか、今日。ダンス練習かなんか。そう言われるけど、そんなことはない。あ、ジム行ってきた。多分、ジム後に結構必要そうじゃないですか、これ。何気にあと、色も拾ってるじゃないですか。お姉さんのじゃないの？お姉さんのじゃないって言ったらでも話が終わっちゃうから、欲しいですか？あげましょうか。大丈夫ですか？じゃあでもせっかくもらっちゃったんで、僕これお詫びになんかおごりますよ、軽く。軽くご飯おごりますよ。お酒でもいい。お酒でも。ジムが仕事なの？うん、あ、大丈夫ですよ、僕は。あー、なるほどね。早く帰って寝たい。じゃあ、後日作戦。後日だったらその言い訳使えないじゃないですか。お姉さんの LINE 教えてもらって、後日ご飯行きましょうよ。どうですか？どうですか？それならいいし、で、もしくは、ちょっと LINE してつまんなそうだったら、もういいやって、死ねとかで送ってくれたっていいんで、いいですか、それだけ。ありがとうございます。そして、あと、僕もジム好きなんで。ごめんなさい。普通の仕事やって、ジムが仕事じゃないっすよ。はいはいはい。その後にちゃんと金曜なのに行くんだ。偉いですよ。うん。声出しはいいのよ。ただ焦りすぎだよね。早い。まず一つは。ベースとして。これニールクが自分でこれ聞いてて、うわ、早口だな、恥ずかしいって覚えてるならいいのよね。もうちょっと落ち着いて話そうって思えたら。でもそこに対しては、これ、めっちゃ早口だなって思ってなければ、ちょっと時間かかるね。うん。いかにもオタクが頑張って唾飛ばしながら話してる感じなんだよ。もっと自分がイメージしてるよりももっとゆっくりでいいよ。倍ぐらいゆっくりでいい。しました。ここまではいいのよ。ちゃんと間を取るってのを覚えてるからね。マニュアルで。だから、だってその横ポッケから落ちましたよ、そのアディダスの可愛いから。この辺からどん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 速くなってんだよね。違うの？なんかちょうど運動してきたんですか、今日。ダンス練習。ここなんだよね。これがやっぱ女の子が分かってないんだよね。やっぱりさ、例えば女子からすると、ジム帰りの格好でも、運動してきたって、なんか、言われたくないのよね。あれ、いかにもそんな格好になってるって、こう、女子からすると、こう、街でも行けるスウェットコーデで作ってるつもりなのよ。で、それを運動してきたとか言って言われると、なんか、こう、浮いてるよって言われてるような感じがするんだよ。ここ辺が、分かってないんだよね。ここをさ、例えば、あ、なんか飛んじゃったね。何か、刺しましたよ。あ、から、だってその、横入りはいいじゃん。ポッケから落ちましたよ、そのアディダスが可愛いから。ここもいいの？もうちょっとゆっくり言えばね。違うの？なんかちょうど運動してきたんさ。今日はとかでもいいし、もう可愛いから。てか、可愛いスウェット、めっちゃ。セットアップになってて。っていう感じ。そしたら、なんか、ジムとかさ。で、帰ってきて、だからこう行くでしょ？そしたらちょっと和んだ。で、そのポケットからって使ったらその流れで、てか、スウェットかわいい、めっちゃ似合ってる。おしゃれ。スウェットなのにおしゃれっていうニュアンスを伝えなきゃいけないのよ。で、そうすると、ただのジムだよって帰ってくるから、ジムで、そんなかっこいい感じで行くの？あら、もうそれ男子運動なんないじゃん。ダメダメ。男子の運動止めちゃってるよ。うん、てか全然ほんと運動してきた？すごい綺麗だけど、うん。あ、そう。あ、じゃあもうね。これは運動の後は美味しいビールですかね。うん。とかでいいのよ。
だここのね、この運動してきたってしかも早口運動してきたよってこう俺でもイラッとくるもんね。お岡田さんこんにちは、何すか今日、あテニスの帰りですかとか、なんか街の街気見られて言われたらなんかは何お前ってなるよね。だこの感覚がやっぱり出ちゃうっていうのが、ひもてなんだよね。ここをやっぱりコーデコンサルを通じて服で見せていくとはどういう狙いでどういうふうにこれ着てんだろうなってパッて女子を見た時に想像する、そういったものをやっぱり積み重ねて磨いていかなきゃダメなんだよ。絶対に運動帰りとか言わねえよね街中でさ。せっかく自分からポケットかわいいアディダスのかわいいポケットから落ちたよって言ってつながってる時についでに、あっていうかセットかわいい、うん、めっちゃ似合ってるセットアップって言ったら絶対女の子はいやいやいつももっとかわいいよって意味でいやジムだよジムって言うから、えジムにこんなかわいく行くの、ちょっとこれはメンズが運動にならないよ、うん、すっげえ見られるでしょ。え本当ジム行ってきたの、全然もうなんか綺麗ですよ、エステ帰りみたいになっちゃってる、うん、本当運動してきた、あ運動してきた、じゃあ汗かいた、喉乾くねって言ってちょっと断らせながらも、いやいやもうこれはそんな可愛い子が運動帰りって言われたらねビールぐらいおらせてくださいよっていう感じで、じゃあ軽くお茶でみたいな感じとか持っていくのがナチュラルなんだけど、やっぱりこれも冒頭からやらかしてるもんね。で言われたら多分分かると思うんだよね。あ確かにそんな言われたら嫌だなって、今日なんか運動してきたのってさ、例えば何こうそのセリフってさ、例えばデートで待ち合わせてきて来た男の格好が嫌で嫌味で女の子がこっそり遠回しに伝える言葉だもんね。ちょっとカジュアルすぎる時とかに、え今日なんか朝スポーツなんか予定あったの、運動してきたとかスポーツしてきたのとか、それ嫌味だもんね、お前カジュアルすぎんだろみたいな、そういう感じの言い回しになっちゃってるから、まあこれがねこう彼があ運動という言葉を女子に言ってはいけないっていう感じで覚えちゃいけないのよ。そうじゃないのよ、なんでいけないのか、あとこういう時はどういう表現すべきなのか、そう言ったらどう伝わるのかってところまで理解しなきゃいけないのね。うん、コーデコンサルでもこう選んできたアイテムとかでそれだとカジュアル感出すぎるからとかそういう風な感じで指導してるんだけどね。だからやっぱそういう一語一句をしっかり心の中に拾っていけば分かってくるんですよね。ただそれをやっぱりコーデの正解は何でしょうか、あこれがダメでこれが正解なんですねなんて理屈も分からずに学んでるといつまでたってもこういうことをやっちゃうんですよね。だからこれ LINE 交換できたから OK じゃないのよね。気づいていかなきゃいけないし、このやり取りが彼のきっかけになればいいよね。そしたらお姉さんも報われるよね。まあなんかゆっくり話すということ、ここで頑張れってことだね。もっともっと、ちゃんと分かってる人の感覚っていうのを理解していかなきゃいけないよね。コンサルを通じてね、やり取りを通じて私とという実力ですよ。はい、では添削終わります。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。